お帰りなさいませ。女の話をしよう。どうせ食べるのなら丸ごとがいいと女は思った。支配者にして処刑人、調理人にして毒味役、美食を重ねること数百人、堪能、溺愛、泥酔、絶頂。不死だらな食事のつけは頭に生えた異形の角。だがまあ、そう珍しいことでもない。美しい少女を貪るのは人間どもの本能だ。ご丁寧に待っていてくれるらしい。目に物見せてやれ、マスター。プレイヤーの意欲を上げてほしいが。もう一声。プレイヤーの意欲を上げてほしいが。連想だな。装備しないと意味がないぞ。そんな、あなた、まさか天才？何よ、最後の瞬間まで生きていられるよう気を使ってあげたのに。そのまま閉じ込められていれば、苦しまずに溶けきって、安らかに死ねたのに。ちょうどいい機会だ、マスター。そろそろ彼女の最後の秘密を暴いてしまってはどうだ。おいおい、今までの言動と先ほどの発言を思い出せばすぐにわかるだろう。まさか本気でわからないのか？説明。まあ、背に腹は変えられないか。まず、一つ目の SG。これで彼女が少女らしいロマンあふれる恋を無双していると分かった。次に2つ目、料理好きの愛妻願望。しかしあの出来を見ればそのスキルが日常的に振るわれなかったとわかる。そして決め手が先ほどの発言だ。己の体とする女性に彼女は何を求めると言った？いや、だから、くそ、君が相手だと、どうもやりにくいな。わかった。もういい。私が指摘しよう。その代わり、後でセクハラだのなんだのと、絶対に騒いでくれるなよ。エリザベート、剣を交える前にお前に聞いておくことがある。あら、何かしら。ライブの予定ならマネージャーに聞いてほしいんだけど。そんな大層な質問じゃないさ。お前が募集していた人員についてだ。美形であること、若いこと、そして純潔であるのが募集条件だったな。だがそもそも未通なのは君自身だろう。今だ！行け、マスター！なアイドルを捕まえて、突然指を突きつけて少女認定してくるの怖いわ。助けてお父様。誰が変態だ。これは秘密を暴くために仕方なく。うわぁ、さすがに今の絵面はやばかったわ。私でもドン引きしたもの。ないない、これはない、即アウト。バッチリ録画済みです。今年度の新指導がノミネート作品として、レオ会長の墓前に備えましょう。おい待て、なんでそうなる？どうして誰も味方がいない？マスターからも何か言って。マスター！お取り込み中すみません。エリザベートさんが私の脳の方へ回っています。ここを落とされると。声の侵入を感知。そのまま進んでください。絶望的な音痴であることは周知の事実だったが、それにしてもこの雑音は異常だな。奴の情緒不安定さはこれが原因だろう。聞こえる、薄汚い獣たち。私から全てを奪おうとする。歌は私の低層を、リスが私の宝石を、ウサギは私の美しさを。人らしい小さい歯を光らせて私にかじりついてくる。痛い、かゆい、汚い、怖い。それが女の務めだとお父様は。我慢しなさいと冷たく言うの。でもそれもやっと終わった。私は私の城の領主になったのだもの。復讐、復讐だわ。私の体にたかる虫ども、ただ生きているだけのクレーマーたち。彼と虫どもは言ったわ。ならお望み通り私の肥料になればいい。最高ね。お皿にのせるみたいにつまみ上げてひねりつぶしてやったわ。爪の先でプチリ、かかとでグリグリと、トゲの棺でズタズタと思い出しても胸がスッとする。初めてだったの。この騒音がやっとのはどんな風にかなんて覚えてない。だって毎日丁寧に思考を変えてあげたのだもの。それが最大の誠意というものでしょう。覚えているあの鮮血の赤さだけ。私は竜の娘だもの。人間を食い物にして何が悪いの。もう十分だ。耳を下げました。自分の罪を理解していながら独りよがりな正当性を掲げる。どこまでもいびつなご令嬢だ。あれが吸血鬼として脚色されたのは当然の結果だろう。やっぱり間に合ったのね。私、状況判断は的確なの。あなたたちなら、私がこの体を乗っ取る前に、たどり着くと分かっていたわ。最後だから聞くけど、あなたはなぜ私の邪魔をするの？冷静に考えてみたら、私たちって戦う理由がないじゃない。呆れたわ。口だけかと思っていたけど、本気でそんな理由で戦っていたなんて。いい？聖杯も人類も、私の知ったことじゃない。地球の未来なんてどうでもいい。文明なんて滅びても構わないし、大事なのは一つだけ。私だけが永久に、誰よりも美しい女であること。これこそが絶対の法であり真実よ。わかる。私さえ美しければ、人類は終わってもいいの。あなたは人類を救うというけど、その必要はナッシング。ええ。むしろ私を救いなさい。それが人類を救うことになるわ。私の美しさと、地球の重さは等価値なの！世界などどうなろうと構わない。世の中はすべて自分のために動くか。よく吠えた。正義の味方が見つけたら、さぞ大喜びするだろうよ。ふっ、何を言い出すのよ、このオカファーは。正義なんて、私には関係ない。歌いたいように歌い、殺したいように殺すのよ。それは結構、今の私にも関係のない話だ。我々は永遠に理解し合えない。あいにく、その狂信を払ってやるほどの義理も余裕もない。たとえ善悪の観念が壊れていようと、人である以上、罪は償わなければならない。悪霊を語るには、お前は人間的すぎたな。愚かなサーバントが生きがっているのは分かったわ。けれど、あなたはどうなの？やっぱり私は邪悪？相入れない価値観なのかしら？